すげえちっちゃいなんかギルかなんか食ってるね。届けたかな、これ。なんだ。ヘッドクォーターでいるな。40メートル。これなんてやつだ。なんてやつこれ。よいしょ。まあいいや、これで。よいしょ。オッケー。オッケー、オッケー。
フォークマスター。こんにちは。こんにちはって日本は夜じゃない。そこはどこの国ですか？ここはアメリカですね。暑い。この下とかいそうや。バスですか。バスですね。バスか、なんかキャットフィッシュがたまに出ますね。あとはキャットフィッシュなんだっけ、ナマズか。いいですね。アメリカのテキサスってとこですね。南の方、暑いところ。これは高めた。フロリダではないです、テキサス。から行きますね。行けるんですか。いや、待ってます。フロリダではない。みんなこれ日本人なの？もっとアメリカ人かと思った。本番のバスはどうですか？なんか多分日本でやったことないからわかんないけど、日本より釣りやすいっぽいですよ。あとあんま人がいない、釣ってる人がいない。バス、こことか見てから誰もいない。こんなでかいの。貸し切りですよ、本当に。
釣れないんだ。暑くて。いいな、優雅で。優雅でいいっすね。ノーストレス。ノーストレス。気温は今何度だろう。今は76度だから25度ぐらい。ワニたまにいますよ。ワニたまにいます。ここの湖はいないけど川とかにたまにいる。気温は24度5度ぐらいだけど暑い。太陽が暑い。全然釣れねえ。どうしようか。帰るか。スイッシャー、スイッシャーですね。これ何？これスイッシャー。スイッシャーっていうのかな。帰るか。でも釣れないか。日本ではスイッシャー、アメリカでは分かんない。あ、これにしようか。これはジョイクロは持ってないですね。ジャークベイトってやつか。なんていうの、日本では。アメリカに日本のルアー、アメリカに日本のルアーめちゃめちゃ売ってますよ。高いけど。メガバスって日本のルアーじゃないんですか。メガバス、メガバス。OSP ってやつも日本のやつ。あれもすげえ高い。高すぎて買いたくない。日本か。日本のアマゾンで買った方が安いですね。送料入れたと、送料5000円とか払ったとしても日本のアマゾンで買った方が安い。今1ドル150円ぐらいだから。ワンテン、そう、ワンテンね。ワンテン、あ、これがワンテンか。今持ってる、今使ってるやつ。これね、これワンテン、ワンテンじゃない、これ七半って書いてある。
なんでワンテンはワンテンだろうね。7班は7班だった。アメリカの方がリーズナブルですか。いや、アメリカの方が全然高いですね。日本のメーカーを買うと、アメリカだったらアメリカのメーカーを買ったら安いけど、あまりかっこよくない。ロッドとかリールか、いやあまり変わんないかな。アメリカから、あ、日本から買った方が安いですね、多分。今ドルが強い、円安なんで。アメリカで買うと18ドルだから、いくら3000弱ぐらい。でも日本で買うと1500円ぐらい、半額だ。アメリカのメーカーは安いけどかっこよくない。あ、高いのもある。高いのはまあまあかっこいいか。全部が高いからな、アメリカ。今日本からしたら何でも。それは買いたくなくなるわな。そう、買いたくない、買いたくないし、なくしたくないっていうね。アメリカのバス見たいっすか。ちょっと今から釣るんで、ちょっと待ってくださいね。いつもだったらめっちゃ釣れるんだけど、今日はなんか釣れない。一番大きいバスは何センチくらい釣りました。55センチかな。あのプロフィール写真になってるやつ、55センチ。最近はなんかちっちゃいのばっかりしか釣れない。
気がする。釣れないね。釣れんな。ロット柔らかめ、ロット柔らかいですね。これ、なんだっけ、L、464L。ニコレ、ニコの BFS とかいうやつ。464とは464って書いて464って書いて、あ、多分あれだ、4フィート6インチ4ピースってことかな。あの4分割にできるやつ。短いですね。これも短くないと、あの絡まった時とか全然取れないんで、この船の上だと。ここでなんか長い竿で絡まったらマジでだるい。これだとここまで届く。こうやって長いと届かないし。6フィート4ではないですね。4フィート6。4フィートって何？どんぐらい？1メートル20センチぐらい。1メートル30ぐらいか、全部で。
虫がすげえな、マジで。マジつれ。釣れんねー、釣れんねー、ほんと釣れんねーだ。ちなみに今朝9時。ほんと深く見んのかな。ワームに変えるか。これ釣れんわ。殻いっぱいだし。ワームにも入るんだな。ラインは、お、釣れたっぽい、釣れたっぽい、釣れたっぽい、釣れた。ラインはね、釣れた、釣れた。ラインはね、なんだっけ、8ポンド。釣れた。デレン。こんな感じ。アメリカのバス。ウペウペ。すげえな。でね。何センチこれ？35センチぐらい。バマスト？バマストってなんですか？バマスト。ちょっと一回消えます。ちょっと待ってください。バマストってなんですか？バマスト。もう一回して。ラインは8ポンドですね。PE の8ポンド。アンブレラリグってなんだ。アンブレラリグちょっとわかんないですね。アラバマってアメリカの州しかわかんないですね。アラバマっていうルアーがあるの。
リーグの名前。知らないですね。今度ちょっと見てみよう。今度調べてみよう。アンブレラで通称。アンブレラってね、傘じゃない、傘。傘リグ？ちょっとイメージがちょっとわかんないですけど。傘のリグ？どういうこと？傘のリグ？ワイヤーが6本ぐらいあって全てにワームつけるリーグ。ワイヤーが6本ぐらいあって全てにワームつけるリーグ。傘みたいな形しててワイヤーが、何スピナーウェイト、スピナーウェイトのいっぱいちっちゃいのがついてるバーみたいな感じ。スピナーウェイトの6本バージョンみたいな感じかな。傘みたいな形してるってこと。まあちょっと後で調べてみますわ。大体大体小魚の群れを演出する。なんかそんなワイヤー6個あって全てにワームつけたらめっちゃ重くなりそうな気がするんですけど、どうなんですか。重たいの投げれないです、このちっちゃいのだと。はい、重いです。重いんかい。これじゃ無理じゃん。そしたら虫が口に入った。
そうやな。Thank you.
虫がやべ。虫がすげえな、マジで。暑いから帰ろうかな。どうしようね、マジで。ちょっとワームに変える。ちょっとワームに変えるか一回、ね、これじゃなくて
って痛い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 、めっちゃ刺さった、めっちゃ刺さったよ、ちょっと、これにしようか、あれあれあれないの、これ1個しか、これ1個しか、これで、あ、シュリンプ、ちょうどシュリンプ、これでいきます、これちっちゃいの、怖い、ダメになっちゃうよ、これちっちゃい魚いるな、マスか、3ぐらい、
終了。入りまーす。ラフティングの練習。すごい楽しい。